電子開発実験群は、航空自衛隊航空開発実験集団参加の、組織。東京都府中市の府中基地に本部がある。警戒管制システムの実用試験を行う組織で、あり、前身の電子実験隊は1961年2月、岐阜基地に新編された。1968年10月、入間基地に移転。 1989年3月16日、電子開発実験群に改編された、地上設置型レーダーをはじめとする、地上電波、電子機器の試験を担当しており、レーダー運用に関わる、電波環境技術調査や、新型レーダーの実用化にも関わっている。電波環境技術調査においては、レーダー運用に支障がないように、電波干渉調査などを行う。例えば、 中期防衛力整備計画において、陸上自衛隊の沿岸監視部隊の設置が検討されている、与那国島では、レーダー運用に向けての調査が2011年4月に行われている。また、固定式警戒管制レーダー装置である J-FPS-5 の開発、実用化に際しては、技術研究本部と協力し、電子開発実験群 E 岡試験評価隊が、 実用試験を行った。2013年3月、入間基地から、府中基地へ移転を開始。2014年3月28日、最後まで入間基地に残っていた、計測支援隊が、府中基地の新規在庫の完成を機に移転した。沖縄タイムス、空自、与那国で、電波調査。2011年5月17日閲覧。ありがとうございます。